番、山本正君、ご登壇願います。おはようございます。それでは通告に従いまして、大きく2点ほど質問をさせていただきます。まず1点目でございますが、これは町民の意見や要望を調整に生かすようなそういうシステム作りができないものかと、こういう質問でございます。私の住んでおります貸し立て地区では、毎年2月11日の建国記念の日でございますが、この日に住民総会、自治会総会を開催しておりまして、今年で第105回目を数えました。この総会の中では、住民と行政機関との対話集会というものも合わせて行われておりまして、その場で話題になりました住民からの意見や要望等が、その後の住民の生活改善のために大きく役立ってきている、そういう歴史もございます。先日、町長、山下町長は3月1日の初日の議会、定例会の時に、施政方針の中で町民が主役のまちづくりということを掲げておられました、発表しておられましたが、その町長の施策がそのまま実現されている具体的な例でありまして、これは私、貸し立ての住民といたしまして、本当に町当局のご努力に対しまして敬意を表すると同時に、心から御礼を申し上げる次第でございます。そこで以下3点について質問させていただきます。今現在、行政機関に対する八丈町民の意見や要望を受け付ける、受け止める、そういう機会というのは、町はどのような方法を講じて求めておられるのか、現状についてお伺いいたします。2点目は、一般家庭の主婦や高齢者、あるいは移住者等の声を調整に反映させるために、いつでも気軽に受け付けるような、そういう方策を考えられないものかどうかお伺いいたします。3点目ですが、大きな事業、例えば今回話題になっておりますが、歴史民俗資料館の一時移転とか新設ですとか、そういう大きなことを進める場合には、アンケートの実施ですとか、あるいはパブリックコメントを募集するですとか、町民の意見や要望を受け止めるためのシステムをしっかりと作れないものかどうかお伺いをいたします。大きな2点目でございますが、これは歴史民俗資料館の移転についてでございます。この歴史民俗資料館の移転につきましては、旧測候所以外にはその選択の余地は他には全くないかのような、そういうやり方で、そういう方法で拙速にことを進めようとしている町の姿勢に不安を感じておるところでございます。また旧測候所への移転は本当に一時的なものなのか、5年10年と経つうちになし崩しにこの一時移転のはずが本移転になってしまうんじゃないかなと、そういう危惧もございます。さらに別紙の歴史民俗資料館移転に関する意見書にありました通り、一旦ここで立ち止まって検討委員会をできるだけ早く立ち上げて、住民の意見もしっかりと受け止めながら進めてこそ、町長の施政方針、これを具現化することにつながるのではないかなというふうに考えているところでございます。そこで2点質問をいたしますが、まず検討委員会の構成メンバー、あるいは初回の開催予定、また主な検討事項についてどのように考えておられるのか明らかにしていただきたいと思います。2点目は、資料館の移転新設について、具体的な計画は検討委員会に
追うところが多いと思うんですけれども、現時点で町はどのように進めようと考えておられるのか質問をいたします。以上、大きく2点よろしくお願いいたします。企画財政課長。はい、以上。それではおはようございます。私の方からは山本忠議員1つ目、町民の意見要望を調整に活かすシステム作りについてご回答させていただきたいと思います。町の事務の一つに広報広聴がございます。広報は言うまでもございませんけれども、広聴は広く聞くということで、住民の意見を聞くことは大切な事務であると考えてございます。1点目、現在の方法ということでございますけれども、まず先ほどご質問にありましたとおり、坂上自治会の総会や坂下地域も含めた振興委員の集いがございます。その他として年に2回広報に織り込んだ広聴はがきというものがございましたけれども、やり方を変えようということで今年度は行ってございません。手紙やファックス、メールなども常時受付をしてございます。ご要望やご意見に対しましては、相手方が明瞭な場合につきましては各課、所管課へ回覧をし回答をさせていただいているところでございます。2点目、いつでも気軽にということでございますけれども、先ほども申しましたとおり、校長は大変大事な事務でございますので、いつでも直接ご来庁いただいても構いませんし、電話、手紙、ファックス、メールでお寄せいただいても適切に対応する体制でおりますので、よろしくお願いしたいと思います。そうは言いましても、直接はという方に対しましては、八丈町行政相談員がいらっしゃいます。行政相談委員は町の案件だけではなく、行政と住民のパイプ役として相談に応じるため総務省から委嘱されている方でございます。2ヶ月に1回役場庁舎で相談を受け付けており、電話でおきましてはいつでもお答えが可能でございます。3点目、大きな事業を進める場合のアンケートやパブリックコメントについてでございますけれども、町としてもこういった事業にこういったことをするという基準はございませんが、実施をしております。企画財政課でいえば、地熱発電利用事業においてはアンケートを2回パブリックコメントを2回実施しております。今年度におきましても公共施設と総合管理計画を策定するにあたり、抽出世帯へのアンケートと計画自体へのパブリックコメントを実施しているところでございます。今後も必要に応じ実施してまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で回答とさせていただきます。教育課長。5番、山本忠議員の2つ目の質問、歴史民俗資料館の移転について回答いたします。括弧1につきましては、検討委員会の構成メンバーは八丈町議会議員2名、文化財専門委員2名、一般公募委員3名の計7名を考えております。初回開催予定日は先の議会運営委員会でお願いいたしましたとおり、今定例会の最終日、定例会終了後に町議会議員2名を選任いただき、4月の広報の織り込みで一般公募を行う予定です。歴史民俗資料館は八丈町教育委員会の管理になりますので、一般公募委員の委嘱に関しましては教育委員会の定例会で承認を得る必要があります。教育委員会の定例会で承認を得られましたら、その後早い時期に
検討委員会を開催する予定です。主な検討事項につきましては、一つは一時移転について、もう一つは歴史民俗資料館を今後どのように整備していくかについてという2本の柱を基本に検討を進めたいと考えております。一時移転につきましては、旧測候所の設備の調査にかかる予算を当初予算に計上させていただいております。今会期中の審議で対象予算が認められた場合は調査を実施し、結果を 議会の皆さんにお示しする予定です。したがって一時移転が旧測候所になった場合は展示内容について検討を行い、それ以外の方向性が出た場合には方向性に合わせた検討を行いたいと考えております。括弧に資料館の移転、新設をどのように進めていくかにつきましては、検討委員会において、先ほど申し上げました2本の柱の一つである歴史民俗資料館を今後どのように整備していくかについて検討し、案を作成できればと考えております。以上で回答とさせていただきます。はい、5番。ご回答ありがとうございました。再質問させていただきます。まず1点目の町民の意見や要望の受け止め方ということでございますが、大変敷居が高いんですね、町民にとっては、町に要望を出すっていうのは。普通の一般の主婦ですとか、お年寄りの方っていうのは、そもそも町に何か言いにくいって言いますか、どんなふうに言ったらいいのかわからない。町に行っても邪険に扱われて恥かいて帰ってくるだけじゃないか、そういう心配もあって、なかなか自分の願いや要望と出しにくい環境があると。で、まあ、先ほど広報の中で年に2回、今年はやってないけども、まあ、私も見たことあるんですけれども、そういう求め方もあるでしょうし、いつでも OK、 電話でもファックスでも何でも OK だという話でした。で、町の行政相談員というのもあるので、そちらも活用してという話だったんですけれども、もうちょっとですね、これは本当に困ってる小さな住民の小さな声を受け止めることを本気で考えてもらえないかなというふうに思うんですね。で、手っ取り早いのが、今はこういうICT に発達している時代なのでですね、町のホームページくまなく見たんですけども、そこにはないですね、住民の意見や要望を受け止めるそういうコーナー、そういうサイトにはどうやっても入っていけない。 なのでね、よその、例えば大島町のホームページ見てみました。ありましたよ、大島町には。どういう題名になってるかって言いますとね、声をお聞かせくださいっていう、そういうバナーがあります。そこをクリックすると入っていけますよ。で、そこにもういろんな形で要望出す方法が紹介されていましたけどね、まあ、八丈町と大島町、大きな違いがあるなと思いました。町のホームページすごい年々整備されて素晴らしい内容になってるんですけども、やっぱり八丈町の場合は発信型なんですね。町からどん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 いろいろ出してるけど、受け入れる形という点では力弱いなというふうに感じてます。これは別にホームページだけじゃなくて、他の面でもね、もうちょっと考えてもらえないかなと思いました。あと、パブリックコメントにつきましても、つい先日、八丈町の公共施設等総合管理計画案についてのパブリックコメント募集しておりましたね。で、見ましたよ、私もくまなく30数ページ全部読みましたけれども、まあ、それホームページで僕見たんですけどね、これどんなふうに住民に周知されてるのかなと、そう調べたら各市町所とここの庁舎のどこかに掲示されているんですかね。これ
場所がまずそういう限定した場所での周知の仕方で果たしてみんな読むだろうかと、それから期間がですね10日間しかなかった、パブリックコメント募集してる期間がね、最低でも1ヶ月ぐらいは必要なんじゃないかなと思ったんですけど、なんかそれを見て感じたのはやっぱりなんか本気度が感じられないって言いますかね、もうちょっと町の人の意見を欲しいんだという町の気持ちを表すような方法を講じていただきたいなと、これは要望です、私の願いです、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。もう一つ言いたいのはですね、やっぱり私の住んでるところでもそうですけど、皆さんどこも同じだと思うんですけども、本当に一人暮らしの高齢者がどんどん増えてるんですね。それから子育て環境が随分変わってきてる、働いてるお母さんいっぱいいますよ、何もしないでうちにいるごく普通の主婦っていうのは本当に数少なくなって、みんな働いて何かしら、そういう世の中変わっているわけで、そういう社会、町の中に、町が変わっている中において、町民の行政に対する、行政に求めている役割、行政が求められている役割ですとか、ニーズですとかは、本当に多様化していると思うんです。それをですね、さっきも言いましたけども、ちっぽけな声であっても、欠かさず吸い上げて、調整に生かしていくというふうな、システム作りを考えていただけないかなと思うんですね。まあ、だから1点目につきましては要望だけです。答えなくて結構ですので、ぜひ検討して、本当にお願いです。それから歴史民俗資料館のことですけれども、まず1点目、先ほど課長から構成メンバー7名ということで、委員がですね、発表ありましたけれども、これは妥当な人数だとは思うんですが、公募による委員3名というのはですね、万が一公募に応じる方が大勢来た場合はね、ちょっとここは弾力的に考えてもいいんじゃないかなというふうに思うんです。 3名と今言いましたけども、大勢の方が公募してこられたら、若干の幅を持たせて、5名ぐらいに増やすことも考えてもいいんじゃないかなというふうに感じました。これ要望です、これも。それから資料館に関するこれは質問で、ぜひ答弁願いたいんですけども、あれ町民の多くはですね、速攻場っていうのがですね、正直な町民の印象、回答なんですね。でこれはでも一時的なものなんだよと。っていうふうに言いますと、あ、じゃあ本当のものは別に作るんだと、そうだよ、そういう考えなんだよって説明するんですけども、本当？それって本当なの？ってそういうことをですね、多くの私の周りの人たちは心配しています。ですのでこの速攻場への一時移転というのは、あくまでも期間限定の一時的なものとであって、遠くない将来この新しい場所にしっかりとした資料館を新設する、そういうお考えがあるのかどうかね、きちんとできれば具体的な数値目標も掲げながらですね、ここはカメラの向こうで YouTube の動画を見ている町民の皆さんにですね、山下町長の方からしっかりと明言をしていただきたい。この一時点はあくまで期間限定のもので、必ず新しいところにしっかりと新しい資料館を作るんだということをお願い、明言していただきたいと思うんですけど、よろしくお願いいたします。休暇長、2番だけ答弁。ただいまのご質問にご回答させていただきます。先ほど申し上げましたように、この検討委員会の中では2本の柱で、その検討を進めてあります。一つはその一時点先の、今回、定例会で、今回の会期中に決まった内容で、
そこで、その一時選択の内容についていろいろ審議を深めていくと。であともう一点は、大きな話としてのもう一点は、歴史民族資料館の新しく、まあ、どこに建てるか、もしくは今ある歴史民族館を利用するとか、いろんな案が出てくると思います、その検討委員会の中で。その案に基づいて、その一つのですね、将来的なビジョンをですね、作成したいと思っておりますので、あくまでも、まあ、速攻上に関わらずですね、今、検討しているのは、まず一時点だということです。で、検討委員会の中で、将来の新歴史民族資料館に向けて、一つの大きなビジョンをですね、作っていきたいと思ってますので、その点、ご理解お願いいたします。以上で回答いたします。失礼いたします。話は分かったんですけれども、私、ちょっとお願いしたんですが、山下町長の口からですね、きちんと作るんだという答弁をいただきたいんですけれども、お願いできませんか。町長、まあ、具体的年数というのはなかなかわからない部分もあるんですけれども、私もあと任期が2年しかございませんけれども、そういう部分も含めてですね、移転の場所といいますか、新しく作る場所がはっきり解決すればという前提でですね、私は早くて5年だと思います。それぐらいの規模だと思います。それが長引けばですね、やっぱりいろんな大きい事業をやるにつけてですね、まあ、道の駅も民間もしっかりですけれども、やはり10年近く計画から経ってますので、私は早ければ5年ぐらいかなと、それぐらいのつもりでやりたいなとは思っております。以上です。まあ、場所といいますか、この前も知事との対話のとあれ内容をご覧いただいていると思いますけれども、そういう場合は もしそういう、財政的な必要性が出てきた場合はご支援をお願いしますということはお願いしておりますので、そういう意味で5年という感覚で私は思っておりますので、よろしくお願いします。